お笑いを一席、パチンコへパツ。隣の空き地に囲いができたね。隣の空き地にパチンコパーラー対応ができたね。そうか、行こう。行きましょう。パチンコパチスロ太陽グループ。パーラー太陽と掛けて何と解きます？連休前の銀行と解く。その心は？みんな出しに来る。おすごいのこのまま寝るんだね。パーラー太陽明日1時新築オープン。今日のことわざ、太陽は1日にしてならず。太陽は1日あれば十分。パーラー太陽今日1時新築オープン。閉店したパチンコ店の現地調査やっていきたいと思います。北海道余市郡余市町で令和4年の10月23日をもちまして閉店されましたパチンコ店でございます。今回はですね、閉店の1週間程度前なんですが、事前に現地調査をしていきたいと思います。株式会社フェスタが運営されておりましたパーラーナポリ余市店が閉店いたしました。まあ、ナポリといえばですね、札幌に住んでいる方でも割と馴染みのある屋号のパチンコ店になるかと思われます。以前はナポリ産業というですね、法人名だったんですけども、まあ、ナポリ産業の時代はですね、北海道を中心に約20店舗のチェーン店を展開する法人でございました。しかしながら数年前にですね、会社名が株式会社フェスタに変更になりました。この名前が変わった理由もですね、口述させていただくんですけども、現在ですね、このナポリグループ2店舗のみの営業となっておりまして、ここが閉店したことによって残る店舗は小樽店のみとなります。余市の中心地からですね、やや外れた場所になるんですけども、一応国道5号線沿いにあるパチンコ店でございます。で、店舗のサイズは小さな建物なんで、まあ、割とこじんまりとしたね、パチンコ店だったかと思います。で、このパチンコ店の外観はですね、一昔前の作りが出てると思います。建物はですね、結構もう古いと思います。おそらく昭和の時代に建てられたね、建物になるのかなという感じがいたします。もともとここのお店を入れて余市町には3店舗のパチンコ店が残っておりました。ここ以外には駅近くにある三楽さんと、あとビクトリアの余市店がですね、まだ残っておりますが、ここが閉店して余市町に残るパチンコ店は2店舗になるかと思います。まあ、その昔はですね、ここライオンという屋号のパチンコ店だったんですよね。ナポリ産業が運営するライオン余市店だったんですけども、まあ、後にナポリにね、屋号を変更いたしまして、結構長い間ですね、営業されていたパチンコ店になるかと思います。正面から店内に入りますと、閉店のお知らせがですね、真ん中のところに掲示してありました。で、島の作りとかはですね、やはり一昔前のパチンコ店なので、通路とかはかなり狭い雰囲気がございます。で、台の方もですね、ニコイチになっているところが結構ありますので、まあ、ベニヤが結構ですね、多かったような印象がございます。まあ、でも店内はですね、建物の古さからすると思ってた以上に中はですね、綺麗な感じがいたします。まあ、過去に多分何回かですね、リニューアルオープンされているのかなという感じがいたしました。で、景品交換所はですね、隣にあるお蕎麦屋さんの角っこのところにございます。まあ、このお蕎麦屋さんはですね、見に来た時やってなかったんですけども、もしかしたらもう閉店されてるかもしれないですね。まあ、かつてはここでパチンコ休憩した時に、まあ、食事休憩でここでそばを食べる方がたくさんいらっしゃったのかなと思います。で、今ですね、ここ株式会社フェスタというところでやってるんですが、まあ、ナポリ産業の時からそうなんですけどもね、本社の所在地が東京都にございますけど、現在東京の方にはですね、店舗がないので、残る店舗は小樽にあるナポリ小樽店のみとなります。で、ここからはちょっとパチンコ業界のね、裏話になるんですけど、大五郎 Z とかをね、運営している新生レジャー開発というね、会社があるんですが、まあ、ナポリ産業の時代ですね、実はそこから結構ですね、資金提供というか、まあ、お金を借りていて、それの返済がですね、結局滞ってしまって、もともとナポリの店舗だったところをですね、新生レジャー開発の方に、まあ、店舗を M&A で売却する形になります。例えば京和にあったナポリとかもですね、今大五郎 Z になってると思うんですが、まあ、あれはそういう形でですね、大五郎 Z に店舗をね、
譲渡した形となっております。確か共和のナポリと、あとクッチャンのナポリと、それとエベツにあったですねクラウン大聖ってあったと思うんですけど、その3店舗をですね新生レジャー開発に、まあ、譲った形になります。ただパチンコ店として残ってるのは、あの共和のナポリがあったところですね。あそこが大五郎 Z になって、他の2店舗ですね、そちらの方は現在はですねパチンコ店としては営業されておりません。一時期恵比寿のクラウン大聖のところはですね大五郎 Z になるっていう噂があったんですが、まあいろいろな事情がありましてパチンコ店の出店はですね断念したような感じとなっております。でナポリ産業が結局借金がですねすごい多い会社だったので、そこの会社を倒産させて、まあ、フェスタというね名前に変えて、あの経営の方をですねナポリの経営をまあ引き継いだ形になっております。まあ、なので法人名は変わったんですけど、運営されている会社はまあ同じようなね感じになるかと思います。ただ現状今小樽店のみ残る形になりますんで、まあ、今後の先行きは結構ですね不安な状況が続くかと思います。まあ、小樽店も時間の問題なのかなっていう、ね、ところもありますので、まあ、もしかしたらいずれこのナポリという、ね、名前がなくなる可能性がですね結構高いような気がいたします。まあ、札幌だったらですね、例えば西野のナポリが割と最近まで営業されておりましたよね。あとは昔はですね厚別区とかもねナポリがありましたし、あと江別のクラウン大聖とかねハッピーハローなどもナポリ産業がね運営していたパチンコ店になります。あと岩見沢の方にもですねナポリあったと思います。それ以外にはですね関東の方にも何店舗かですね店舗がございました。まあ、かつてはライオンとかビッグハローとかねエイトマンとかそういう屋号でパチンコ店を運営していた法人になります。まあでもここが結構老舗のパチンコ店だったので、また北海道のですね老舗のパチンコ店の明かりが一つ消えた形となります。まあ何回かですね通りがかりここのパチンコ店は来たことがあるんですけども、まあ正直集客の方はですね、まあ、苦戦している印象がずっとねあったんで、ね、まあここもいずれ時間の問題なのかなと思ってたんですけども、まあ、今回10月23日をもちまして閉店されるということで、今回は現地調査をしていきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。